てください、すごいおしゃれな植物たちがありますよ。こちらのお店にはたくさんの珍しい植物がありましたよ。中でも珍しいものがあるそうで。この辺、アフリカではあのタイでもあるんですけど、これ土に埋まってるとこです。え、土の下こんなになってるんですか。そうです。それをあえて掘り起こして海昆布を見せて販売する。海昆、海昆、観葉植物にもトレンドがあるらしく、うん、今流行っているのは開根植物だということです。かわいいでしょう、うん、大きく膨らんだ茎や根っこが特徴、愛くるしい形が人気なんだとか。あ、こちらは多肉植物が売ってますね。かわいい、ぷっくりしてる。魚ストアって書いてあります。なんだろう。あ、いた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 。え、いろんな色のエビがいる。まあ、瓶の中に水草とエビが入ってて、まあ、あの水草が酸素を出して水をきれいにしてくれて、まあ、エビは今度は水草についてコケとかを食べてくれて、お互いにこう共存していくというか自然の循環でですね、そういったものになってます。お互いが助け合ってくれるのでお世話が簡単ということ。個性的なお店が日曜日まで12店舗ずつ出店しています。